ジュゼッペ・ラッティ、ジュゼッペ・ラッティはイタリアの植物学者である。フィレンツェで生まれた。貧しい家庭の出身で薬局のメッセンジャーボーイとして働いた。知り合った学者のジョバンニ・トッツェッティから植物学を学び、庭園で働き始め、1795年からフィレンツェの自然史博物館で働くようになった。1806年にトスカーナに集められた菌類や、 植物賞に関して最初の論文を書いた。1807年に博物館が一時閉鎖されると最終旅行を行った。1817年からのオーストリアが派遣したブラジルの博物学的探検に参加し、オリノコ川とアマゾン川の流域を探検し、植物や動物の採集を行い、8ヶ月後に450の植物や種子を持ち帰った。 さらなる新しい場所の探検を求めて1827年にエジプトに向かい多くの採集を行ったが帰国中に病没した。ラディの植物コレクションはピサ大学の薬草園などで保存されている。ラディは植物の学名で命名者を示す場合にジュゼッペ・ラディを示すのに使われる。ありがとうございます。